それでは宅建業法の第10回目ですね第10回目売買契約、えー、売買契約についてお話したいと思いますあの売買という言葉はね今までもまあ使ってきたわけですが、えー、宅建業とは何かまあ、自分で売り主になったりまあいっぱい対策の売買や代理をするんだという話なんですがその売買について少し詳しく見ていこうというんですね、えー、10-1売買契約の種類というタイトルを付けました、えー、まずはですね一 一般ととと呼ばれるるももののいうものがあるこれを押さえていただきたいんですが、えー、一般売買これ何かと言いますとですね複数の宅建業者に依頼できる売買契約ですねですからま売り主さんがですね自分の家を買う人を探してくれないかと宅建業者に頼むんですが、えー、ABC 不動産だけではなくて XYZ 不動産とか PQR 不動産とかその他いろんな業者さんにまあ頼むことができるこういう契約の仕方を 一般売買契約と言います。それに対してですね、一社にしか頼まない、一社にしか頼まない、えー、ABC 不動産にだけ頼んで他の業者には頼まないという売買契約の仕方もあります。えー、これをですね、専任売買契約と言い方をします。どちらの契約がいいとか悪いとかではないんですね。うん、まあ、まあユーザーって言いますか、あの家を売る人、買う人。 の立場に立ってですね、まあ、好きな方を選んでくださいとメニューとして一般売買開や千人買というのは用意してますということなんですね。ですから例えばあのうる売り主がですね、何でしょうね、えー、自分の家を買う人を探してほしい。で、あのどこの不動産屋さんに行くかわかんないじゃないか買い主がねうん。例えば築10年でまあ、1から5分で4000万円ぐらいの物件を売ろうと思ってる。 でも自分の物件を買,ってしいな買いたいなと思う人はどこの不動産に行くか分かんないじゃないかと思えば一般媒介で ABC にも XY にもいろんなところに頼むってこういう考え方もあればですねうん,なんでしょうね宅建業者の立場になれば千人媒介の方があの仕事がしやすいというのもちょっと言い過ぎなんですけどね、まあ、そう思ってください試験上は。つまりその宅建業者は何が嬉しいかっていいますと媒介を受けた場合、えー、売買契約を成立させた。 売り主から頼まれて買い主を見つけてくる、えー。そのことによって売り主や買い主から報酬をもらうのは嬉しいんですね。これ成功報酬なんですよ。もし買い主が見つけられなければ一銭もお金は入らないわけです。で一般売買取だとですね自分のところ以外にも他の業者もやってるわけですから、うん、なんでしょうねもし他の業者さんが決めてしまったんであれば、うん、報酬が一切一切入らない入らないといことになるんですね。まあ、それはしょうがないだろうってことになるんですがじゃあ,あの広告費いっぱい使ってですね。 えー、ね、募集をかけるチラシをいっぱい巻くってことはちょっとしにくいんですね。まあ、千人媒介であればですね。まあ、自分が頑張れば、まあ、確実に、まあ、自分のところには手数料は入るということで。ええー、千人媒介、えー、というやり方もあるわけです。まあ、えー、依頼者としては、一般媒介でお願いしてもいいし、千人媒介でもお願いしてもいいということになりますね。これ、どちらを選んでもいい。二種類やるんだってことを、まず知ってください。もう一つですね。この千人媒介の一つの。 バリエーションとしてですね、えー、専属専任売買というのがあるんですね専属専任売買契約専任売買、えー、一社にしか頼まないんですけどまあそのちょっと変わったパターンなんですよねえー、括弧に専属専任売買契約というのを、えー、今スライドつってると思いますが売り主がいてですね専任売買契約まあ、専属専任売買契約をじゃあ ABC 不動産と結んだとします ABC 不動産さん、あなたにしか頼まないんだから、しっかり私の家を買う人を探してきてね、まあこうお願いするわけですね。まあ ABC 不動産としては頑張ります。うちだけなんですね。よし、あのチラシも一生懸命巻いて、売り人さんの物件を売れるように頑張ります。ということをやるわけです。えー、ところがですね、このあの売り主のですね、お友達がですね、え何、あのあの家売ってるのってこういう話なんですね。 ああんたの,言うのあれいくらって 4, 万円じゃあ俺買うわってこういうことを言うっていうことも考えられるわけですよ。えー、つまりですね、えー、他の業者さんには頼まないんですね。千人売買契約ですから他の業者さんに頼んではいけない。なんですが売り主が自分で買い主を見つけてきてしまうといいますか売り主のが、まあ、宅建業者を通さずに、まあ、売買契約を結んでしまう。これはあのーまあ、法律用語ででないんですが 自己発見取引なんて言い方しますね自己発見取引売り主が自分で買い主を見つけてしまうこと自己発見取引ですそれで専属専任売買の場合はですねこの自己発見取引も認めないんですね認めないんです、えー、自分に頼むと言ったじゃないですかいやもう買い主見つかっちゃったんだけど俺の友人のあの鈴木さんが買おうって言ってるんで売りたいんだけどでじゃあ売っちゃダメですって言ってもですねまああのその 売り主の友達も嬉しくないし売り主も嬉しくないし探検業者も嬉しくないんでまあ宅建業者が見つけてきた飼い主じゃないんだけどうん見つけてきたと同じだけのお金ちょうだいねってまあ,あの報酬とは言えないんですね自分で見つけてきたわけじゃないから手数料とか報酬とは呼べないんで、えー、自己発見はダメなのに自己発見で見つけてきたんだからその分の違約金としてお金をもらうんですね。専属専任媒介の場合には 自己発見取引もダメですよ万が一自己発見取引したとしても違約金払ってくださいねという契約形態です、えー、普通の専任売買契約これはよその業者に頼んではダメだけど自己発見取引、まあ、それはしょうがないですね私の努力が至らなかったんですとい、まあ、うかどうかしませんが、えー、自己発見取引を認めるか認めないかこれが普通の専任売買契約と専属専任売買契約の違いです、えー、つまり三つのパターンがあるわけですね一般売買契約 まあ普通の専任媒介契約専属専任媒介契約。うん、まあそれぞれちょっとあのまあ結びつき。一般媒介契約はまあ緩いわけですね。他の業者にも頼んでいいし。えー、専属専任媒介が一番結びつきが強いと言いますかね。であるからこそ宅建業者が守らなければいけない義務と言いますか。仕事もちょっと変わってくるんですね。えー、これを押さえておく必要があります。どんな違いがあるかということなんですけどね。ドンと表が出たと思うんですが。 まああの実はこれ「売買」って書いてありますが売買だけの話なんですけどね貸借はこの規定は適用されないんですがまあちょっとそれは後として「一般媒介千人媒介千束千人」表が出てどこ見たらいいんだって感じかもしれませんが上のねあの白で書いてある「一般媒介千人媒介千属千人媒介それぞれで違いがあるよ」ということが左側1番から8番まであります。これをまあ順番に見ていきましょう。テああテキキスストト持ちの方はねまあどんんなででもいいんですがこれ と同じことは書いてあると思いますが、えー、せっかく今ねこの、えー、講義見ていただいているんで説明して、ここで覚えちゃってくださいね。えっ、ー、とこの表を埋めていくのがなかなか辛いんで、ちょっとあの表を分割します。えっ、ー、と1番から4番までね、1番から4番までちょっと見ていきましょうね。えー、丸1番、他の業者へ依頼していいんでしたっけ？売買契約を結んだええ鈴山田さんが A 不動産と売買契約を結んだ B 不動産、C 不動産にも依頼していいんでしたっけ？ 一般売買はオッケーでしたね。専任売買や専属専任売買契約この場合には他の業者への依頼はダメでした。これ大丈夫ですね。定義でですね、えー。自己発見取引はどうでしたっけ？自己発見取引もちろん一般売買は問題ないです。他の業者に頼んでもいいぐらいですから自分で買いにしみつけても問題ない。千人売買普通の千人売買だったらこれ自己発見オッケーでしたね。 でも専属専任売買契約は自己発見取引が認めてない、えー、自己発見取引した場合には違約金を取るよというような規定ですね。えー、次有効期間これはあのー、今初めてお話ししするんですが一般売買契約の場合には有効期間の制限はないです。うん A 社に頼むよ B 社に頼むよ、ね、A 社と売買契約結ぶにあたってじゃあ有効期間1年ねとか。 ええ、三十年で、ね、そんなバカな契約ないでしょうけど。要はあの、その会社が働かなければ、他の会社に頼めばいいんですね。ところがですね、千人媒介契約の場合には。A. 社に頼んだら、他の業者に頼めないわけですよ。だから、A. 社を信用して。ええ、千人媒介契約を結んだのに。うん、A. 社がね。あまり働かないって言いますかね。熱心にやってくれないと。 えー、依頼者を困るわけですよ。こんないい加減な業者だったら他に頼むかな。いやダメですよ。千人だからね。他に頼んじゃダメなんだよ。えー、契約期間いつ三年とかやれちゃうとですね。えっ、その間他の人に頼めないの？うん、じゃしぶしぶ安くうんっ売っても売るかみたいなことになっちゃうんで、それは良くないんで、千人倍解専属千人倍解の場合には有効期間が三ヶ月以内となってます。三ヶ月より長い契約を結んではダメだということですね。ですからあの依頼者としては三ヶ月我慢してもし ダメな業者だなと思ったら他の業者にすればいいということですね、えー、有効期間が三ヶ月以内ですこれしっかり覚えましょう契約の自動更新契約期間は六ヶ月とか三ヶ月一般売買ねじゃあ今一ヶ月もいいんですけど、えー、特段何もなければ家が売れなければとか、えー、ね、えー、この場合には自動更新するよっていう契約これは一般売買の場合には OK ですしかし専任売買や専属専任売買の場合には 契約の自動更新は認められておりませんそうしないとですねじゃあ3か月以内の契約自動更新特約ってついてるんですねじゃあ,まあ売り主、まあ、例えばあの会社勤めてると忙しいわけですね早く家売れないかなと思っててなかなかあの会社やってくんないな買えるかと思ったら「ねえあれ契約切りたいんだけどいやダメですよ契約期間中ですよ」「3ヶ月じゃないのいや更新してるんですよ自動的に」。あんんたたた言っってくれななななかかじゃいいでですかみたいなことになるんで 自動更新もダメなんだとということですね依頼者の方が承諾すすればいいですよあの依頼者が契約の更新をしてもいいですよ三3か月経っちゃったんで宅建業者の方からね、えー、残念ながらちょっとこの3か月じゃ決まらなかったんだけど、うん、だいぶこう、ね、あの反響も分かってきたしあのどういう人が欲しいか分かってきたしもう3か月お任せいただけませんかいいよ任せるよって依頼者が承諾するんであれば契約の更新はいいです。自動更新はダメだろうね 依頼者が承諾しての、えー、契約の更新は今あのスライドに依頼者の承諾が必要だ更新には依頼者の承諾が必要なんですね自動更新はダメなんだということですそれから五六七八指定流通機構への登録指定流通機構この後ちょっとお話してお話していきますが別途項目を別立てして詳しくお話していきますがあの宅建業者間の えー、物件情報交換システムなんですすね宅建業者間の物件情報交換システムで,すで、えー、ここにですね、うんま、登録をして何、えー、でしょうねより早く家は売れたり、えー、借りられたりしていくってことを目指すんですが、まあまあ、特に家が売れたりですね売買の話なんで。で一般売買の場合にはこの指定流通機構レインズって言葉聞いたことありますかねリアルエステートインフォメーションネットワークサービスっていうんですけど。 えー、まあレインズ指定流通機構の登録これは登録してもいいししなくてもいいです義務はないです登録することはできます、えー、登録自体はこれ可能なんですね一方千人媒介はですねこれ必ず登録しなければいけません普通の千人媒介の場合には千人媒介契約あなただけに頼むよっていう媒介契約を結んだ時から7日以内ですね 契約してから7日以内、まあ1週間ですね。7日以内には指定流通機構に登録して、他の宅建業者も物件を見れるようにしてください。この宅建業者が見れるってどういうこと？まあこの後は説明しますよ。まずは7日以内に、えー、登録が必要なんだということをまあちょ,ちょっとちょっとちょっと一旦ね、あのピンとこないかもしれません。頭に入ってください。専属専任の場合には5日以内です。5日以内に、えー、登録しなさい、えー。しかもこれはですね、休業日はまあ 除くってなってですね。だからあのうんわかんない水曜日休みの会社とかね、まあ土日休みの会社、まあ宅建業者あの水曜休みとか火曜休み多いんですかね。えっ、ー、と月曜日に媒介契約を結んだらんであれば月曜日でしょ。まあ火は水は別としてね休みだから。えー、次の木金土日までに、えー、の間に登録しなさいとかですね、えー、そういう規定です。まあ休業日は除くというのがポイント。七と五という数字も出てきます。試験によく出されます。 1000人媒介は7日以内に指定流通機構への登録がいるこれも、えー、試験までにはちゃんと覚えましょうねちゃんと覚えましょうねいきなりいっぺんには覚えられないと思いますけど業務の処理状況の報告つまり何、えー、でしょうね媒介契約を結んだ俺の家を売ってくれないかって頼むわけですけど、えー、じゃあ今どういう状況なんだ例えばこの1週間 なんだろうなえチラシを巻いたしインターネットに広告を出して、えー、じゃあ10人の方から、ね、電話やメールで問い合わせがあって3人の方が見学に来たけど、まあ、残念ながら制約しませんでしたとかねそういった今どういう状況なのかとかまだ、あのー、広告してません今チラシをこう作っている段階ですとか今どういう状況なのか報告するということなんですが一般媒介これは報告の義務はないです。ももちろんん報告してもいいいでですすが、えー、まあ結びつきは緩いですからね まあ報告しなさいといとう義務はは、えー、ありません宅金療法上はしかし専任媒介これは2週間に1回以上あもっとたくさん報告してもいいんですけど毎日報告してもいいんですけど、うん、まあそんなに毎日変化がなかなかないんでねだから少なくとも2週間に1回は、えー、じゃこういう広告をしてるんですとか今どういう問い合わせがあったんですとかその報告をしてくださいっていうことですね。専属専属任媒介 自己発見取引が禁止されてますから、より結びつきが強いんで、報告もよりマメにしてくれってことになってます。こちらは1週間に1回以上ですえー、2週間に1人。媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の割合で業務の報告をします。これは休業日を含めます。ですから、あの1週間に1回と言われた場合にはカー数が休みでもね。 えー、月、火、水、木、金、土、日日の間間にに回回は言わななきゃいけないといけととうこでですね休業日を含んで1週間に1回ちょっと面倒くさいでしょ指定流通機構は休業日を除く、えー、業,あの業務の処理状況の方は休業日を含むっていう、まあ、そういうところはまあ試験に出るわけですけどね、まあ、だんだん慣れてきます大丈夫ですあんまりこう難しく考えないでね、えー、いきましょうでこの業務の処理状況の報告なんですが口頭つまり電話でね言うとかですねお,お会いした時に言うとかね あと電子メールででもいいですね。別にあの文書にして紙ペーパーにして、えー、紙にして報告というのではなくてですね、電子メールでいう、えー、報告でも OK です。それから申し込みが入った場合、まあ、契約するかどうかは分かりませんがん、ね、これ買いたいんですっていう申し込みが入った場合これは、えー、地滞なく依頼者に報告しなければなりません。この部分一般媒介も含めてですよね、えー、上の指定流通機構への登録とかね その前にあった契約期間とか、えー、一般売買はちょっとこれ関係なかったわけです制限なかったわけですけど、えー、申し込みの報告に関して言えば一般売買、専任売買、専属専任売買みんな共通です遅滞なく遅滞なくってのは送れずにってことですね依頼者に報告しなさいという義務があります売買契約書つまり一般売買あ失礼今出ましたね一般売買契約でも報告の義務があるというのはポイントです申し込みの報告一般売買契約でも報告の義務があります えー、8番売買契約書の交付一般媒介であろうが専任媒介であろうが専属専任媒介であろうがですね飼い主とい、えー、い主じゃない失礼宅建業者と依頼者じゃあ俺の家を売ってくれっていう人と、ね、山田さんが自分の家を売ろうと思ってるで A 不動産と媒介契約を結んだその契約内容を書面にしておく必要があります。契契約約書書のの交付でですすねねこの契約書がないとです、ね えー、一般売買だったのか専人売買だったのか専人売買の場合にはあの有効期間覚えてます3ヶ月まででしたねいつから契約したのか分かんなくなっちゃうじゃないですかちゃんと契約書を作って依頼者に交付しなさいということになってますね、えー、よろしいでしょうか1番から8番まで見てきました、えー、どんとまとめるとこんな感じですね丸一番他の業者への依頼ができるかできないか自己発見取引ができるかできないか有効期間ですね専人の場合は3ヶ月専属専にもね 契約の自動更新はできない。5678がちょっと試験でより詳しく聞かれるところですかね指定流通機構への登録これは7日以内1000人は専属専任人は5日以内業務の処理状況の報告1000人は2週間に1回以上専属1 0人は1週間に1回以上申し込みが入ったら遅滞なく依頼資に報告媒介契約書を交付する媒介契約書に何が書かれるかっていうのはこの後のパートで詳しくお話しますが媒介契約書の交付が必要なんだこれをしっかり押さえてください 問題問題を見ていきましょう平成22年の33の3宅建業者 A は売り主 B との間で一般媒介契約ですね一般媒介契約を締結する際 B から契約の有効期間を6ヶ月とする申し出だから、えー、有効期間6ヶ月、えー、あったとしても当該契約において3ヶ月を超える有効期間を定めてはならない3ヶ月を超える有効期間を定めてはならないこれどうですか これ一般媒介であれば契約の有効期間の制限はなかったですね。したがってこの問題はバツということになります。ちょっと覚えることは増えてるかもしれませんが、こういうところが差はつくところですからね。頑張っていきましょう。